ウルローニケンシンですよ。知ってますか？いや、あ、サノスケですね、はい、もう知ってる人はね、ああそうそうって分かる。ぜひですね、あの満喫でね、ウルローニケンシンのね、相良サノスケのね、技を見て二重の極みリトンですね、一発目がまだ効いてるうちに二発目を叩き込むと、ズンズンズンってもう三発目もね入れるといいですよ。これ効き違うでしょ、これ。そうですね。これで後で体重計でもあのお見せしますけど、グーって一気にやるとね50キロいかないんですよ。50キロ、まあ40キロでいいです。40キロの圧は入らないですけども、分けてやるとズンズンズブンとこう入るんですよ、すごく奥まで。そうす、こうやって分けてやることによって指もねあまり痛めなくて済みますね、はい。なぜかというと、この最新 YouTube 動画でも圧の持続圧の説明してますけど、昨日上げたばっかですけど、こう入れて入れて入れてだと筋肉をちゃんと休ませてるんですね。人間の体の筋肉って、この動きを出すための筋肉と体を姿勢をこうね支える筋肉、じっとしてるのにこう使ってる筋肉の2つあって、押してこうでグーって圧入れてこうねマッサージしてる時っていうのは動くための筋肉、速筋ですね、速い筋肉を使ってます。逆にこのじっとしてるこう姿勢を保持する筋肉ってチキンって言って遅い筋肉を使ってますね。これで分けることによって速筋、安い速筋、チキン速筋、チキン速筋みたいな感じで切り替えが起きるので、速筋を休ませることができるわけですよ。このグーッとズーンと入れる時に使う筋肉だから、一瞬休みがあるんで、指にこう負担がね一気にかかってこないっていう、もうちょっとなんか難しいですけど、まあ、そういう風になってるんですよね。だからそうグッグッグッとこう分けてやると、あ、だいぶほぐれてきましたね。意識してほしいのはこの起立筋、彼もさっきやってもらったと思うんですけど、このソーセージ君ってやつですね、これね、これの一線はちょい外気味で効かせると、こうグーッとこの瞬間が効きますから、一番グーッとで、二線はちょっと内側にこうやるという感じですね。意識してやってもらう。で、そうめんちゃんっていうのは、まあ、胸腔筋という筋肉なんですけど、この本当にこの脊柱、棘突起のキワキワのところにこうありますよね。これですね。グーッと。ググググーンと入れて、コンとこうやる感じ。グググググーンという感じですね。マッサージ好きの人はここやってもらうと結構ね、喜ぶ人もいますよ。腰やるとき、この仙骨のところもねしっかりやってもらうといいですよ、はい。この上のところも仙骨にも起立筋的なこう筋肉がこうやってありますから、これ、はい、一線はちょっと外気味、はい、二線はちょっと内気味にやるような感じでこう、はい、まあ、これですね、本当グランドラインを取ってあげるって大事ですね、はい。筋肉の束感、こう流れに対してちゃんとこうしてあげる、はい、ほら存在感があるでしょ、筋肉の、はい。こういって意識しながらこうやってあげると、筋肉を意識しながらやってあげるっていうのが大事ですね。この中殿筋のこの流れに対してグランドラインだとこうですよね。こう動かしてあげると、ギュギュ、これやっぱあれですね、人によっては痛い、痛いですね、人もいるんですけど、ね、なんだろう、このやり方とはもうそんな痛くないですね。そうですね、痛気持ちいい、痛気持ちいい感じが、なんかもうこの肩甲骨の上のところですね、棘上筋、ここすごく大事、あ、張ってますね、棘上筋、棘上筋大体みんな張ってます、はい、ここ、これでもやってあげるといいですね、はい、やります、ここ、あ、やります、やります、はい、棘上筋ね、これ大事ですよ、棘上筋も、棘上筋の起始部分のね、ここの指が落ち込むところ、これ張ってますよ、すごくこれ、はい、痛いですね、ぐぐーっとズンズンズンと、ズンズンズンとね、あ、もうほぐれましたね、うん、すぐほぐれますから、で、言ったら今度は極下筋ですね、下の、はい、極の下の極下筋をやってあげると、張ってますね、肩甲骨、そうですね、まず腕前の、いいでしょ、この辺、はい、これは、
この効かせポイントがありますね、ここに。これも外からグーッとやるだけ効かせられますよね。二の腕気持ちいいですよね、ここね。胸遅刻か。やっていくと。この時にちょっと立ててあげて、胸のこの鎖骨の下、鎖骨下筋ですね。僕もすごく凝ってますんで、やってあげるといいです。この大胸筋の起死部分がずっとあって、まあ、小胸筋もありますし、このここですね、大胸筋と小胸筋の停止部分がこの腕の前とこの辺りにあるので、この辺りをこう意識してやってあげるといいですね。腕を揉んでるようで、これ大胸筋の停止部分があるんで、ここにそこを揉む感じですね。こう胸の筋肉揉まれてるんです、これ実はここ。本当はこのね、起死部分のこの辺りもやってあげるといいんですけど、なかなかできないじゃないですか。男性だったらできますけど、女性だとね、やっぱあれなんで、せめてこっちをやってあげると。ここですよ、ここにありますから。ほぐれてきた。あと三角筋ですね。三角筋もほぐれます。ほぐします。今度三角筋の停止部分はね、肘というかこのフォアアームのとこ、前腕のこの部分を使ってこうやってあげてもいいですね。ぎゅーっと。結構丈夫なんですよ、この筋肉。あ、ほぐれた。結構この辺張ってるんですよ。ここ大事ですよ、すごく。この三角筋のこの辺りね、肩口ですね。右の腕やって、で、前。上腕二頭筋、両手の三頭筋やって、明るい角。で、前腕と。この時もこうやって圧をかけてこう、揺すってあげると、効かせられますよね。そこにちっこくこうやってあげる。ぐーっと。まあ、充熱ですよね。で、この腕のこっちも気持ちいいわけです。前腕のこの逃げるための筋肉があるからですね。やっぱあんまりこうガッガッと来られると、はい、体ってどうしてもね、反応がこう反発しようってするんで、なるべくこう優しくズブズブズブとこうね、はい、入り込んでいく感じというか、はい、そういう風にやってもらうといいですよ。はい、すっごくあの力強いですから、それを生かしつつこうね、はい、もうちょっとこう雰囲気を出して、ね、ちっこくですね、はい、探りながらやっていくといいんじゃないかなと思います。はい、はい、お疲れ様でした。はい、はい、この動画が良ければ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。